はい、どうも、コジロゲームズこと、ケジです。今日もファイナルファンタジー7、ファーストソルジャーやっていきます。明けましておめでとうございます。2022年、お正月模様になっております。今回の動画はですね、ウィーク6の市中プレートのベンチはどこにあるのかっていうのをご紹介したいと思います。結構ね、行き慣れてない方は、ベンチってどこにあるんだろうと思われると思うので、それをね、今回は紹介したいと思います。一番わかりやすい行き方で、ヘリで降下して、ベンチのある場所を紹介しますので、頭に入れてください。地中プレートの北側に建物があって、その横にね、ベンチがありますので、わかりやすいと思います。毎回ヘリの降下地点がね、変わりますので、地中プレートになかなか近寄れないってこともあると思いますので、行けるときはね、しっかりと、このミッションこなしてない方は、しっかりとクリアしておきましょう。はい、ということで今回はですね、ウィーク6の市中プレートのベンチを使用するっていうのをご紹介しました。ぜひ参考にしてください。またこんな感じでショート版として攻略を出していきますので、また見ていってください。それでは今回はこれぐらいで終わります。ご視聴ありがとうございました。